ファイブピースバンドライブは、チックコリアとジョン・マクラフリンを中心とした、ジャズ・フュージョンバンド、ファイブピースバンドが2008年に録音し、2009年に発表したライブアルバム、日本で先行発売された。ファイブピースバンドコリアとマクラフリンは、1969年に、マイルス・デイビスの、イン・ア・サイレント・ウェイ、ビッチェズ・ブリューといったアルバムの録音で共演しており、 本作でも、デイビスの曲、In a Silent Way, It's About That Time を演奏している。なお、本作に収録された、It's About That Time には、In a Silent Way の録音で両名と共演した、ハービー・ハンコックが、ゲスト参加している。バンド名は、マクラ・フリンが2008年に発表した、アルバム、フローティング・ポイントの収録曲から取られた。日本では、 2009年2月16日付のオリコンチャートで最高118位を記録した。フランスでは2009年5月9日付のアルバムチャートで168位を記録するが、翌週にはチャート圏外に落ちた。アメリカでは総合アルバムチャートのビルボード200には入らなかったが、ビルボードのジャズアルバムチャートでは15位に達した。第52回グラミー賞では最優秀。 ジャズインストゥルメンタルアルバム賞を受賞した。トム・ジュレックは、オールミュージックにおいて5点満点中3。5点をつけ、確かに、机上のスーパーグループというのは、うさんくさい代物である。しかし、本作はそれに当たらない。プレイヤー全員が絶好調で、極めて冒険的かつ美しい内容となった器具を再現していると評している。また、ジョン・ケルマンは、 All About Jazz のレビューで5点満点中4.5点をつけ、ストレートアヘッド路線から、気合に満ちたフュージョンまで網羅していると評している。突起なき楽曲は、ジョン・マクラフリン作曲。ラジュラジュ12時31分、ザ・ディス・ガイズ、ザ・ディス・ガイズ13時34分、ニューブルーズ、オールド・ブルーズ、ニューブルーズ、オールド・ブルーズ14時8分、アンドロメダへの参加。 ヒムツー・アンドロメダ27時45分ドクター・ジャックルドクター・ジャックル22時55分セニョール CS セニョール CS20 時17分インアサイレントウェイイッツアバウトザットタイムインエイサイレントウェイイッツアバウトザットタイム20時8分いつか王子様が弾くサムデマイプリンスウィルカム7時42分ゲストミュージシャンありがとうございます